さあ、時刻は夜9時を回りました。9月26日火曜日の生放送エンパナ、エンパナータイム2生放送の時間です。この後9時56分までのお付き合いとなります。えー、9月ラストの放送、お相手は DJ モーリーです。さあもう早いもので、えー、今月もね、えー、あと4日というところになりましたけれども、今年もですね、あと3ヶ月ですね。 はい。もう10月が目の前にやってきますけれども、今度の日曜日からは10月ですね。まあ、運動会があって、文化祭とか学園祭があって、で、気がつくと、さあ、忘年会どうしようかな、みたいな。で、そんなこんなやると、年賀はがきのね、発売があったりとかで、えー、お歳暮のシーズンになってきたりとかすると、もあっという間に今年も終わっちゃうというとこですね。全然何も言ってないな。 <laughs> 手応えがないっていうんですかね。このやった感がないっていう。まあ、でもなんかやってるんでしょうね。 うん。あのー、まあ、たまにはね、えー、自分を褒めることもやっておかないといけないなと思いながら、いやぁ、でもあっという間に時間って経過してますね、本当にね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。えー、もう先週から1週間、まあ、僕もいろいろあったんですけど、仕事が結構ね、あの、ありがたいことに、えー、司会の仕事だったりとかね、テレビ、ラジオ等の仕事で、えー、忙しくしていたんですけれども、また10月もね、ちょっと面白いことに、まあ、個人的にですよ、なっていきそうだななんて思いますけどね。 はいまあ、ここ沖縄も最近、ね、涼しくなったなと言いたいんですけれども今日もも、ね、最高気温32度、ね、もう真夏日、もうちょっと、ね、冷えてもいいかな27度ぐらいが、ね、あれば最高だなと思うんですけれども、えー、皆さんはこの秋の、ね、シーズンどのように過ごしているんでしょうか、えー、今日も一曲お届けした後に番組のテーマ発表していきますので皆さんからのメッセージも。 リクエストもお待ちしています。まあ、あの、基本ね、あの、コーナーとかなくて、えーまあ、テーマ設けて、えー、リスナーの皆さんからの反応、特にツイキャスとかね、E メールでの参加っていうのがありますので、えー、番組を聞いてい皆さんからのコメント、こちらでお待ちしています。761アットマーク、fmcoza.jp、761アットマーク、fmcoza.jp でお待ちしています。 さあ今日はカーリー・レ・ジェプセンのナンバーからスタートしていきましょう。コルミー・ベイビー。 さあ、今日のオープニングソングは、カーリー・レイ・ジェプセンで、Call Me Maybe. さあエンパナータイム 2FM 小座のスタジオから DJ モーリーでお送りしていきますえっ、ー、と夕方の放送終わってこのエンパナまでの間、まあ、約3時間ぐらいですかね時間があるんですけどまあ今日ちょっとね、あのー、同級生の飲み会に久しぶりにこう参加してきまして、まあ、地元のね合わせというところで飲んできたんですけどまあというのも僕はもう常にこう三品茶とかねうっちん茶とかお茶しか飲まない人間なんですけどまあ今日もね えー、ビール5に僕はウーロン茶みたいなそういうこう注文をね、えー、しまして久しぶりにユンタクしてきましたねあのー、まあお互いの近況報告、まあ、特にこう仕事だったりとかねあとこう子供がいるんでその子供の話とか、えー、それぞれの子,の,子の子供たちの成長だったりとかねいろんなお話していくんですけどでなんかやっぱ笑いどころっていうのが、あのー、毎回同じ話なんですよね毎回同じ話をして えー、前回よりも若干持って話をして、えー、やみやみやみこんな言ってないあんな言ってないとかっていうのがあってで笑って終わるっていうね <laughs> まあその飲み会はまだまだ、あのー、始まったばっかりっていうかね僕ほんと30分40分ぐらいの参加しかできなかったんですけれども、えー、多分ね長い夜になるんでしょうねきっとね。 はい。まあでもいいなと思いますね。うん。久しぶりに、この同級生たちとね、えー、飲み会をするっていうのがね。はい。まあ、お互い、やっぱり、痩せてきてるなとか、太ってきてるなとかね。あと、こう、もう38、9にもなってくると、白髪っていうのがね、あちらこちらに見え隠れするんですよ。本当に。で、こう、まあ今日、えー、まあ迎えにいた同級生がですね、ヒゲめっちゃ蓄えてる同級生なんですよ。本当、なんだろうね。 一瞬七福神のこのね七つのこの神様がいるじゃないですか七福神のどれかじゃないかって思うぐらいこの顔の輪郭が本当にもう丸になってる同級生がいるんですけど今日ニット帽かぶってるんですよね。ニット帽かぶってるんだけどあごひげもニット帽と同じぐらいで面積を占めるぐらいあるんでもう逆さにしてもわからないんじゃないかっていうぐらいね。 伸ばし放題の同級生がいたりとか、まあ、そういうこう同級生のひげに本当にグラデーションみたいな感じでこう白髪がね混じってるとかですねいろいろこうあやっぱ自分だけじゃないんだなとえー、まあしなんかは気になりませんけどただこう髪の毛のこのシワあシワじゃない白髪 ね、ちょっとずつこう衰えっていうのも同級生見た時にあやっぱり同じように年取ってるんだなと思いましたねはいちょっとこう久しぶりにそういうね感覚を味わえたのでよかったなと思いますねはいってなところでちょっと長くなりましたが今日の番組のテーマ年取ったなーはいこちらでお送りしていきたいと思います、ね、皆さんががととったたなと感じたことがあれば えー、まあ、多分、本当にあると思うので、えー、まあ、人の名前がね、思い出せないに始まり、あっちが痛い、こっちが痛い、全然違う勘違いをしてるとかね。はい。えー、これって年なんじゃないかなって思うことがあったら、メッセージお待ちしています。ラジオネーム、アップルポンさん。えー、こんばんは、お久しぶりです。本当今日も沖縄は暑かったということで、久しぶりですね。 えー、同級生、変わっちゃった人はあっても本当に誰かわからない。あそこまではないかなうん、もう、誰っていうぐらい、はてなの人いないかな僕はあの、基本的に本当に、今でこそ物覚え悪いんですけど、やっぱ学生時代の時の記憶とかっていうのも、誰よりもあると思ってるんで、 同級生の顔とか、いくら変わっててもさ、30キロ食えたとしてもね、全然わかるっていうタイプなんですけど、わからなくなるとかもあるんですね、やっぱりね。うわぁ、じゃあだいぶ変わったんでしょうね、きっとね。えー、アップルポンさん、モーリーさん、全然変わってなさそうということで。あ、どんなですかね、自分では。 一応は若いつもりなんですけど <laughs> 一応はね年は取ってないつもりなんですけどいや多分そんなことないんでしょうねきっとねうんあの何年か前に言われたな,なんか僕の写真を何て言うんですかねあの知り合いがたまたまあの僕の同級生と同じ職場だよっていうところになって で、今の僕、こんななってるよーって言って、写真を見せたらしいんですね。したら、あっさ、めっちゃおっさんになってるって言ってたよーっていうのを後々聞いて。<laughs> いや、一番伝え聞くってショックじゃないですか。しかも、マイナスな要素だったらね。あれが、いや、あのこと、いい人って言ってたぜって、いい、プラスの話だったらいいんですけど、 マイナスの話っていうのはあんまりよろしくないですからね、やっぱりね。うん。いや、でもね、やっぱりこう、年月重ねるとね、同じようにやっぱりこう、年を取っていきますんで、それなりにね、えー、不具合というか、はい、出てくるもんですからね。はい。えー、今日の番組のテーマは、年取って 年取,ったな <laughs> 年取ったなっていうのもいい感じもこれ年取ったなに入りますんでぜひ皆さんの「年取ったな」エピソードメッセージお待ちしておりますさあ伊江島出身アーティストアンディプラススキマスイッチでこの闇を照らす光の向こうに。 さあ今日の2曲目アンディプラススキマス,スイッチこの闇を照らす光の向こうにお送りしました。 さあ、ツイキャスいただいております。ラジオネーム、ーこちら。えー、めぐみかんさん。年取ったなぁ。いちいち、同時なくなったことかなぁ、ということで。はい。ね。何を言われても。うん。物事が。え、めっちゃそれってまずいいんじゃないのっていう状況になっても。ふーんじゃないけど、前に比べてってことでしょうね、きっとね。あー。 年取ってきてますね。<laughs> そうなんですよ。これね、本当に、マジで、もう40も近くなってくると、ちょ、びっくりするううことありますけど、ワンテンポ遅いっていうんですかね。これ、ノンカーと関係あるんかな。まあ、ノンカーも関係あるんでしょうね、きっとね。なんだけど、うん、確かにね、あんまりこう、同時なくなったっていうのあるかも。うん。 あの、コンビニとかで、えー、レジ待ちとかするじゃないですか。で、例えばですよ。もう、ホットパンツ。目の前の女性がね、ホットパンツ。えー、ミニスカート。今、なんか、なんだろうね。ふーんって感じ。<laughs> 30代前半まではそんなことなかったんですけど、おいおいおいってなってたんですけど、今はね、なんか、うん、動じなくなった。<laughs> これはちょっと別の意味合いがあるかもね。別の、あの、老化が始まってるのかなって思うところでもあるんですけども、あんまりこうなんか、へえぐらいですね、本当にね。昔だったらなんかもう、おろおろしてたような気がするんですけどね。はい。えー、ミッキーさんからも、年取ったなーというか、もともと年齢を気にしない性格。てか、初対面の人には、年は聞かず、見た目年齢、 みんな若く見えるうーんなるほどはい確かにねいくつなんだろうなぐらいのねなんとなくで年齢って多分決めてますよね大体これぐらいかなみたいなねそういうのありますけれどもえー、こちらかなメール頂い,いてますねラジオネームベルプラマスクさんどうもベルプラマスクです今日 ベルガモット上げた点にヒージャー・キットマンと全日本の作田選手が来ましたよえ。どんどん普通のパン屋から遠ざかっています。えどこに向かっているかわかりません。うーん、ヒージャー・キットマン、全日本の作田選手。男子でしょうかね。えー、なるほど。して、年取った。子供と遊んでいたら体力がついていけない。もうおじいちゃんです。はい。ねえ。 あの子供は元気よーっていうのを今、本当にしみじみと分かり,分かりますね。甥っ子とかと遊んでたりとか、この実家で、ね、最近もう食いというか、吸盆、ね、あったじゃないですか。そんな時なんかもずっと走ってる。お家の中で汗かいてでも走ってるっていうのをターゲットが自分に向けられた時きにあの、ごめんもう、もう休憩しよう。<laughs> もう無理もう無理ってなりますからね今しみじみ分かりますね子供が元気っていうところがね本当にでまた「高い高い」とかねそういうのをこうやる時期でもあるんですけどもうそうですね45回ですかね45回「高い高い」やるとあのいろんなこう理由をつけてもうやらないって言ってますね <laughs> もうね腕がプルプルするんですよ本当にまあこれは多分ね年というよりも 筋力のなさだと思うんですけどね。うん。えー、さあ、こちらも行きましょう。ラジオネーム、ともぶんさん。おひとり様、ま、DJ モーリー、こんばんは。パッカナーネーム、ともぶんです。もみあげの白髪かなあー、年取ったなーの話ね。もみあげありますよね。僕ももみあげにあの白髪ありますね。えー、して、モーリー、ここだけの話。今日は余裕があったから、昼から 焼肉食べ放題行ってきてさ。また明日から調整だな。じゃあ、また明日ね。はい。ラジオネーム、ともぶんさん。はい。なんでここだけの話なんですかあ、家族で内緒でってことかな。おお。まあいいんじゃないたまには。ね。美味しいなって思うものをおいしいなって感じながら食べるっていうのが一番幸せじゃないですか。ね。はい。また明日から調整していただいて。はい。 最近あのー、ちょっと話変わりますけど腎臓の,のその講演会えー、専門医腎臓の専門医の方内科の方、えー、管理栄養士の方の講演の司会をね、えー、お手伝いしていったんですけどあのー、ヒージャージルってあるじゃないですかねヒージャージルって僕塩分とかめっちゃ高いんだろうなと思ってたんですけど意外と 沖縄そばの方がが塩分が多いいっていうこれ知らなかったですね本当にあに。グラフがあるんですけどその塩分とかえタンパク質とか糖質とかの,その野球の,あの高校野球のね走、えー、力打力攻撃力守備力とかっていう,こうダイヤモンド型のね表がありますけどああいうので表記されててこの沖縄そばの場合はダンってこう塩分がもう突き抜けてるっていうかね 結構ありましたね。一日男性だと8ムから9ムぐらいが一日の摂取量の目安ってされていて、女性がちょっともうちょっと低いのかななんですけど、この沖縄そばだけでもだいぶこの塩分がだってこう上がるらしくて、ああ、そうなんだっていう。だから意外とそのね、カロリーなんかも含めてそうなんですけど、高カロリーだろうなと思ってるけど、実はじゃないとかね。 でまたその逆とかねいろいろあるらしいですけれどもはい健康ね大事ですねやっぱりねえー、ラジオネーム MJ さん年取ったなーと思うことたくさんあるよまず頭髪が寂しくなってきてるしずっと腰が痛いしさ眠りも浅いから疲れが取れなねし AKB にもついていけなくなってるねあとはおならしたら <laughs> <laughs> えー、身が出るし、昨日鼻毛抜いたら白髪だったし、もうバッチリ初老です。えー、だから残りわずかな人生、悔いのないようにできることはしたいというか、元気に立つ、元気に立つ間にいろいろなことしたいさ。はい、ラジオネーム MJ さん。はい。あのー、先月かな、僕、90代の、 おじいちゃんにちょっとね話を聞いたことがあってでたまたまそのお,おじいちゃんを訪ねてくる近所の人がいたんですねで「あもうおじいちゃん90何歳になるんですねすごいですね」っていう話をしてたらそのたまたまそのおじいさんの知り合いから漏れた言葉が「おじいさん何年か前までね はい、こっちも元気でしたよねとかっていうのを <laughs> まあ僕その時マイクオフの時だったので何のあれもなかったんですけどだから長生きイコール男のシンボル的なね元気っていうのは意外と比例してるんかなっていうのもちょっとそこで感じましたね。うんよくあの何が好きなんですかって長女の方に聞いたらあ お肉大好きだねとかね、獅子状偶よとか、何もあのー、嫌いなものありませんとか、もう本当に何でも食べるっていうことをおっしゃる方がやっぱ多いんで、やっぱりね、その辺バロメーターかもなとちょっと思いましたね。MJ さんもいろいろ来てるみたいですけど。えー、あ、あと、寝るときの布団って何ですか低反発ね、その辺の眠る 寝具でも、あれみたいですよ。呼吸が浅くなったりとかするらしい。うん。意外とその、マットとか、ね、そのベッドとか、まあ、布団かわかりませんけれども、それで、その辺のところは解消できるかもしれない。MJ さん。はい。えー、ともともぶんさんからもいただきました。えー、嫁と二人で焼肉行ったんだよ、ということで、 内緒ではいけないよ。じゃあもう浴びようね。ということでいただきました。はい。今日もね、一日お疲れ様でした。えー、東京から世田谷のコーラゼロさん、モーリーさん、エンパネフェッチの皆さん、こんばんは。年取ったな一緒によく出かけていた会社の先輩、一回り上が、丁寧になりました。まあ、再雇用でまだ会社にはいるんですがね。 つまり、あと、12年もしたら、自分も、定年。えー、定年かと、再認識をしてしまいました。あと、自分のことだと、生え際の交代。他の人も言っていますが、白髪が増える。涙もろくなる。疲れが取れにくくなる。ああ、歳ですね。嫌だ嫌だ。では、最後まで縛ってくださいね。はい。リクエストは、北島三郎、我慢坂。かっこあるのか。 あのー、さっき、まあ、友達との同級生との話にもなってたんですけど子供が生まれたからあの涙もろくなったのかそれともただ単におっさんになったから涙もろくなったのかどっちなのっていう話になってて個人的には年取っったかからなななんんじゃないかなって思うところがあるんすねもちろん子供が生まれたっていうのも大きな、ね、出来事の一つなんですけど ただ年をとって <laughs>、いろいろ経験するんで、それなのかなって思ったんですけどね。皆さんどうでしょうかね。はい。えー。さこちらもいただきました。ベルプラマスクさん。筋肉痛が2、3日後に来る。なので、どの運動で筋肉痛になったかわからない。<laughs> これね、一番厄介よね。あのー、一番これ、 不安にさせるよね、これね。え、なんでこっち気にくつしてるのっていうね。全く見当もつかないパターン。一番にりる、にりるね、これね。僕はですね、あのー、最近年取ったなと思うのが、早起きになってるんですよ。最近。本当に。7時とかさ、7時前とか、あの、休みの日でもですよ。全然オフの日でも、 かんなず目覚めるようになってる。いや、いいことなんですけどね。あのー、その時間から指導して、えー、本読むとか、ストレッチするとか、運動するとかね、掃除するとか、何か有効利用をすればいいんですけど、もうよ、あれなんですよね。この時間に起きるっていうふうになってるんですよね。ああいいのかなどうなのかなと思いながら。ね、最近ちょっと、 まあ悩みどころではないですけれどもそういったところありますねさあ今日の3曲目いきましょう「愛キラキラフィーチャリングカンナ」 さあ今日は年取ったなーというテーマでお送りしております FM コザのスタジオから生放送です、えー、皆さんからのメッセージはこちら761 at mark fmcoza.jp 761 at mark fmcoza.jp でお待ちしていますもう先週からね1週間いろんなニュースがありましたけどやっぱりこうずっと毎日の話題になってるのが安室奈美恵さんのね え昔懐かしの,あのスーパーモンキーズ時代の映像だったりとかえー、まあ小室さんのねまあ楽曲だったりとか歌ってるとかで、えー、そこまあ小室さんのプロデュースを抜けて自分でとかねいろいろこうその右右曲折あったんだなと思いながらそれ見てましたけど今40歳か。 ま、年齢的には僕の世代の一つ上になるんですけど、あの、いろいろ昔の映像だったり、コメンテーターのその解説なんか聞いてると、ほんとすごいですね。いや、改めて、うん、もうずっとね、だーっとこう、10代から活動、活躍されて、あっという間にね、なんかこう、25年か。 はあ、なんかこうそ,その当時からね小学校とかアクターズ入る前ぐらいねすごいこう目力というか一度こうアクターズに入るっていうところを一度こうできなかったんですよね。でまた特別にっていう特待生的な感じで入ってっていうそれぐらいやっぱり目の力っていうか持ってる雰囲気が全然違かったっていうねとこだったらしいですからね。 まなので、そういう意味では、いろんな人に多分出会ったはずなんですけど、その一人一人ね、出会う人が、ま変わってたら、またもうちょっとね、違うところにも行ってたんでしょうけどね、きっとね。そういったこうね、いい人との出会いがあってっていうところかもしれませんけども、この、メディアに媚びないとか、ね、世間に媚びないっていうフレーズがその映像の中に、まあテロップでね、パーンってあって、わぁ、すごいなー な、ね、ないいいっってやっぱすごいなと思いました、ね、あのー、変な話仕事があるうちはねこびなくてもいいと思うんですけどなくなってくるとどうしてもこう寄せていったりとかねそういうふうになりそうなんですけども心がねちょっと折れちゃってでそこはもう自分のスタイルはこれだっていうのがね明確に確立されててでそれをこう行動にするっていうのが本当にすごいことだろうなと思うんですよね。 えー、まあ、あと、12ヶ月かな。えー、まあ、活動の期間として設けられておりますけれども。はい。もうね、今後、都道府県、いろんなところで多分ライブやられると思いますが、もう、ソールドアウトでしょう、多分ね。うん。えー、まあ、ラストスパートね、頑張ってほしいなと思います。さあ、次でから、シーサーさん、年取ったなー 髪の毛が細くなってきたことかなっていうことで。やっぱりわかるんすね、これね。もう自分のその、なんていうのこの髪触ってたりとかね。そういうもので。そっか細いな <laughs> 細いなって思うってことですよね。ショックだな、これは。ズキアカのチャンネルさん。若い頃はチャプターから選択してたけど、最近はインタビューからきちんと見る。そういった DVD は。 <laughs> えなんでですかなんでインタビューから見るんですかやっぱり一応は始まりを知った方がいいかなっていうところですねきっとね味わいを持たせるために <laughs>、えー、まあまああれですねあのたどり着いてますねえずきかのちゃんねえさんからでした世田谷のコーラゼロさん沖縄から最終便で帰って次の日 朝から仕事というプランが組めなくなくった。ああ、必ず一日はオフにしてっていうところね。そっか。いやー、なんやかんや移動って疲れますからね。ね、気づかれとかね。あのー、飛行機、電車、バスとか、乗り継ぎとかもう、まあまあ、疲れますからね。いや、でもいますよね。本当に。 仕事終わってからその足で会場に行ってライブを楽しんでライブ終わりにあの夜間のバスに乗って朝に到着しそのまま仕事とかっていう人アグレッシブな人いますよねあれは本当すごいなえー、ラジオネームめぐみかんさんモーリーさんお疲れ様ですテーマ年取ったな結構ありますまず疲れやすくなったし 疲れが抜けにくくなった。全体的にめんどくさがりになった。本当にダメなことだなって思うけど、女子でいることがめんどくさい。あと、とりあえず、まあ、いや、どうにかなるさ、が増えた。あと、焼き鳥のタレ好きだったのが今では塩とか。でも一番は、歳のことを気にするようになったことかな年齢だけはまだ若く言おうと思います。 はい。えー、ラジオネーム、めぐみかんさん。うーん。これ、まあまあな症状ですね、これね。えー、全体的にめんどくさがりになった。<laughs> これ、症状としては、まあまあ、レッドゾーンに近くなってますよね、これね。あー、女子でいることがめんどくさくなった。これ、多分同じ女性は共感できるところあるかもね、きっとね。うん。 確かになおばさんって言われるのと、おっさん <laughs> って言われるパターンがありますからね、これね。あでも焼き鳥がタレから塩に変わった。この辺の味覚もなんかあるんですかね、やっぱりね。きっとね。うん。はい。えー、でも楽しいことがね、持ってる人は、 意外とと若いいいんじゃないかなか思いますけどねこれやってる時楽しいなってこう自覚がある人はねそういうあだからあのー、先輩方でめっちゃ若い人が多いんですよもう年齢数字で言ったら40も過ぎてるとか半ばとかね後半とかって言いますけどもうなんか見た目年齢的には全然若いんですよでやっぱりそういう人の,あのやってることっていうのがあのー、例えば 疲れたなだったりとか嫌なことがあったなとかっていう時に必ずよいしょっとソファーじゃないですけどもその背もたれがあるようなリラックスできるような環境を必ず作ってるらしいんですよ例えば映画を見に行くのが僕にとっての癒しであるとか、えー、友達との飲み会がそれであるとか、えー、趣味がこれであるとか必ず何か一回ちょっとこうああ元気ないなと思った時に パワースポット的なもののがあるんだって自分の中でこれを多く持ってれば持ってるほどあのなんだろう若々しいというかさリフレッシュされてるから表情なんかもね生き生きするって言ってましたねうんええー、まあなのでここだけじゃなくてあっちもこっちもみたいな感じで何かね持てるといいんじゃないかなと思いますけどもええー こちらラジオネームアップルポンさんモーリーさんエンパナフェチの皆さんおつポンでーすテーマの年取ったなーえっと私のことは置いといて私の周りの同級生の男の子が年取ったなーと思え思うところうんあの同級生の男子ってことね、えー、1お腹が出てきている2方言でしゃべりかけてくる3離婚してしょぼくれている ってところですかね。3の、三のやつはなんか <laughs>。3はちょっとあれだね。ダメージ大きそうだな。えー、モーリーさん。来年度は2度目の成人式ですね。年は取るけど、いい年取っていけるようにお互い頑張りましょうね。ではではということで。やっさー、そうだったなー。わしとうたん、これは。はい。ですね。 よくね、2回目の成人式迎えますよとかって言います、言いますっていうか聞きましたけど、ほんとそうだな、そういうぐらいなってきましたね。ああ、でも30よりは、みそじを迎える時よりは、なんか大丈夫のような気がしますね。うん。まあ、多分30代が楽しかったというか、充実してたからっていうのもあるんでしょうけどね、きっと。へえ。 さあ今日の番組のテーマは、年取ったな。はい、こちらでメッセージお待ちしております。さあ先ほどのリクエストあるんでしょうか。ラジオネーム、世田谷のコーラゼロさん。えー、これ我慢坂っていうね、リクエストいただいておりますけれども。ああ、やっぱないかー。 えー、ライブラリーね探してみたんですけれどもちょっとね見当たらないようなのでまたリクエスト等々があればはい、えー、コメントお待ちしておりますちょっとね元気が出る曲をね一曲流そうかな何がいいかな最近あのー、欲というかえー、YouTube でねちょっとこう ミスター・チルドレンの昔の曲ライブバージョンをねよく見てるんですけれども、まあ、その中であやっぱりいいなって思う曲まあミスター・チルドレンの曲ではないんですけれども尾崎ね豊さんのこうカバーをミスチルの桜井さんがやってるっていうそういう,こう曲がありましてそれを1曲流していきましょうかね えー、よいしょと。あ、OK。ありますね。ではでは、時間までお送りしましょう。Mr.Children で、僕が僕であるために。 お届けした曲は Mr.Children のバージョンで僕が僕であるためにお送りしました。えー、ラジオネーム MJ さん、えー。年取ったなーと思うこと。可愛いアイドルとかが自分の子供と言ってもいいくらいと年の差だったのが、えー、孫と言ってもいいくらいの年の差だったりするとき。<laughs> そうですね、もう10代とかにね、なっちゃうんで、やっぱり。ね、早い人。 とね、沖縄もだいぶその辺あの最近「チューニングキャンディー」でしたっけももクロの事務所のところの、えーまあ、事務所のところっていうか事務所がからデビューをね、えー、近々するらしいですけども沖縄のその10代の平均年齢15歳だったかな「チューニングキャンディっていう,こう歌って踊れるグループがいるんですけど僕もねあの一度あの FC 琉球の。 サブステージの司会をやった時に、まあ、ご一緒させていただいたのでなんかちょっと知った風な感じしてますけどただこう10あ15かそっかもう娘って言ってもおかしくないよなーって僕は思ってたんですけど MJ さんからすると孫と言ってもいいくらいの年の差 <laughs> になるってことですねはいそうかそうかあのー 野球の話なんですけど、よく、松坂世代、えー、杉内だったり、ソフトバンクの和田だったりとか、ね、えー、その36とか7ぐらいの多分年齢だと思うんですけども、その辺の、あのー、世代の方が、まあ今なお、お活躍っていうかね、えー、若手を鼓舞しながらチーム引っ張ってってるとかって記事たまに見かけるんですけど、かっこ36とかっていう数字見たときに、 うわ、俺38だけど、これよりやばいんか、やばいっていうか、あの、年取ってるんかって思うことがあるんですよね。そう、改めて新聞で、その自分の年に近い数字見たときに、ちょっとこうびっくりするっていうかね。なんなんでしょうね、あれね。数字で新聞とかで見たら、なんか、なお、年取ったなって感じちゃうんですよね。えー。生体科のコーラゼルさん。 大勢いるアイドルの名前が覚えられない。うん、覚える気がないとか。はい。それあるかもしれませんね。うん。あと、あれだな、最近は大相撲、最近ね、春馬富士が優勝しましたけど、白鵬とか見てても、あのー、いった年下なんですよね。年下なんだけども、やっぱり大相撲とかってね、 なんかこう、し、しーじゃれ見えるというか、少しこう、年が上なのかなって思っちゃう部分がまだ残ってるんで、でもいつの日かね、あ、年下だなーって感じることもあるのかな、どうでしょうかね。あのー、やっぱりね、曲げを言ってるとか、体格的にとか、ね、どっしり感とか、そういうもので多分、 年上とまで思わないですけれどもでもなんか年下にでもなんかあまり思えないですよねこの大相撲に関してははい今日は、えー「年取ったな」というテーマでお届けしてまいりましたがそろそろエンディングの時間でございますはいえー、毎週毎週ねこの時間にまあテーマ設けてやっておりますがまだ来週来月はまた10月に入ってっていうことですね、えー、10月の3日の火曜日のエンパナとなります さあではではエンディングの曲をお送りしても短いですけどねもう残り時間わずかですが、えー、まあ、先ほどの「僕が僕であるために」の尾崎豊さんの曲を、えー、違う方がねカバーしておりますが「15の夜」この曲を聴きながらお別れといきたいと思います。 えー、エンパナータイム2、ここまでのお相手は DJ モーリーでございました。この後もダイヤルは FM 講座でお楽しみください。また来週